ディポログ市の位置、ディポログは、フィリピン南部ミンダノオ島の北西部にある都市、サンボアンガ半島の北岸に位置し、サンボアンガデルノルテ州の州都である。2000年の国勢調査では、人口は99,862人、世帯数は24,61世帯、バランガイ数は21、面積は137平方キロメートル。南側は、 標高の高い山岳地帯であり、北はスールー海に面している。リポログは山岳部の野生のランと沖合の工業場から取れるイワシの缶詰産業で知られている。市のニックネームは南部のランの町である。市の北の海岸部には大通りができ、夜には若者や家族連れが集まる場となっている。リポログへはリポログ空港への国内各地からの空路、および 近隣のラピタンに着く各地からのフェリー航路が便利である。サンボアンガ半島北部一帯には、モロジンの海賊やミナカタ諸国の襲撃を避けて、ボホール島からキリスト教徒やヒキリスト教徒が多く逃れてきていた。彼らが作った町は、ラピタンやミサミス、イリガンなど多いが、リポログの元になった町もその一つである。 彼らは海岸から2 0トル入った場所に町を作り、海賊行為が収まると川口と平野を見下ろす丘の上に教会を作った。この一帯のスペイン植民地化は主に伝道師によって行われたが、彼らは丘を上り下りする不便を嫌い住民に川下に移るよう進めた。この新しい町が現在のディポログである。ディポログの町政府は1834年。 ミサミスにあったフィリピン植民地政府の軍政府が作った。伝説では、この年にスペイン人の伝道師が元来トゥルワナンという名だった、この地に着いた。伝道師はスバノン族の現地人にドンデスタエルカピタンと聞いたが、現地人は蝶々という語だけが分かったため、西を指して川の向こうの意味のディーパグと言ったという。 川を下って町に着いた伝道師は、そこにディパグと名付けたことがディポログの元となったと言われる。アメリカ統治下の1912年、この一帯を治める民棚及び、スールー州総督のジョン・パーシングは、ディポログを町にする決定を下し、町役場を建設した。ディポログは大きな権限を持つこととなり、発展の基礎が築かれた。九百七十年一月一日、 リポログは死となっている。ありがとうございます。